妙法家寺は、静岡県三島下玉沢にある、日蓮州の本山。三号は、京王山。達中が一院ある。新潟村田の妙法寺とともに、日照門流の本山で両寺は、左右牛角の霊地と呼ばれている。現住は六十五世、小池日音館樹。堺市、玉沢方園園頭寺。1284年、日蓮の弟子日照は、 風間信明の帰依を受け、鎌倉浜土の玉沢に、北家道を混流した。1538年戦乱により、越後村田の妙法寺に避難。さらに1594年戦乱により、伊豆家電の妙国寺に避難した。村田妙法寺は、風間信明ブア会期の寺院であり、家電妙国寺は、日照門流の寺院である。その後、15代日産の時、 1621年に大木沢に移転し、日産、日達、日助の三代にわたり再建された。大木沢は妙北家寺創建の地名を取って玉沢と改称された。1625年には玉沢前地が徳川秀忠の主因地として寄進され、下城札が建てられた。徳川家康の即必用玉井や秀勝院らが寺の再興に力を尽くした。 1630年の三池大論には妙北家寺からひ従がうが望んでいる。1791年火災により、首脳以外のランを消失するが、1793年に再建された。現在のランはその後の41世悲観日と市の再建によるものが多い。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山。 旧末寺と呼び習らわしている。静岡県三島市玉沢市。ありがとうございます。